です。お疲れ様です。今日いい話聞けない。前回の本当に面白かったんで、まあ、ミッチが戻る？戻らんのな。どうは本当に面白かった。その後の、まあ、うちらで、ちょっとせっかくなんで、職人飯っていう今日テーマなんだけど、はい、友達のあの鳥匠君ですよね。鳥匠ってあの同級生、中川区、中川公園の松葉の松葉でやってます。鳥匠という店で今日腰つかれて、これも職人飯ベルベルパラって、またもう一回もう喧嘩になったらこれ公開しますんで、公開されてるのが誰かが喧嘩したので最後まで見てください。おはようございます。おはようございます。お疲れ様でした。こういう感じはやりづらいぞ、これ静かな女の子でなんか余計だよな、なんか匂いがくるの。嘘つくな、ほんまクールっすよね、兄弟って、うん、そんなことね、いやいや、違う違う違う、いや、本当に狙ってる女がいくとめっちゃクール。狙ってる女って、気がたくてって、もう自分の女だからあ、これ君って言うな、お前。44歳、君。44歳、君って言うな。君じゃん、ね、君じゃん、お前。アイドルキャラじゃないじゃん、全然。お前、確実にアイドルキャラで行くって言ったと。いや、面白そうだな。このキャラだったらいいよな。助かるよな。めちゃくちゃ人見知りなんだよ。めちゃくちゃ人見知り。だから仲が仲良くなったんだよ。メスも揃ったいんだよ。お前らの動画で流して。ビール行くよ。いただきます。ぜひ。ちゃんと何飲みますか、言わんか。指示しないで。私が頼む。あ？あ、本当？何が？謝って。そう、謝って。お前社長に謝らしいか、お前ら。なんていうの、そういう場合は来るんじゃない、社長ここまで行ったら先輩に人が来るんだ。なんでそうやって自分守ってもらおうとするの、もうすごいよ、それはすごいわ。昔はしょうがねえよ、クソ44歳いい過去だ、言わして社長に。いいよ、こんなことなんで優しい本人に言えよ、じゃあ本人に言っちゃうよ、お前はそんな優しいんだよ、お前。お、社長、お久しぶりです。はい、おはようございます。はじめまして。ああ、そうそう、もう入ってまった。最近ちょこちょこ YouTube 見てる。はい、行こう。あ、おー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 、たけ、ここで爪痕残せんかったらもうお前終わりだぞ。あー、ちょっと爪痕だぞ、先は爪痕だぞ、お前。プレッシャーに弱えな。やんがいなんか、ちょっとなんかイケイケ感出しとんだけど、まあ優しいんだろうな。やっぱでも俺テラも思うけど、お前もさ、フェリピのハーフだからさ、優しくない、性格が。テラも案外優しいじゃん。だいい意味で優しいだけど、あ、めっちゃ嬉しそうだ。じゃあ、いい意味で優しいけど、いい意味でその、恥ずかしがりっていうか、だれお前、それ、文句言うな、ほんま、うん、そう、いらっしゃるもう4万くらい。え、低いよ、まあ、俺、びっくりしちゃう。僕はモンクレ。いや俺さ、今パーティー見たら、あ、お前モンクレ来てんかなと思った。何じゃ、何じゃ、めっちゃ無視したんです。何じゃ、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 僕モンクレです。ごめんごめん、そんな無視よ。やっぱ俺もう修行が足りんな。いや俺でも動画撮ってこちら結構面白いこと言うんだよ。俺拾ってないって結構あるんだよね。カメラマンが入ったことで面白くなるんでしょ、ちゃんと拾えるから。こうやって変な遠慮がないからいいかも。今までのこの編集の子とかカメラマンの子何人か見たけど、子が強いじゃん、こいつらって、うん、他の友達もそうだけど、うん、どうしても遠慮するっていうかさ、でも同級生の娘だからさ、なんか無駄に遠慮がないっていうかさ、うんうん、ちょっとフラットなラインから入れるから。ただあと一歩間違えると、うん、他の社員の子たちからあなた何なのっていうのはある。あ、そうだね、それはあるかもしれないから。それはやっぱ心配しとるけど、ただあとはそれ自分で作ることだから、まあ上手に今日もやってるよ。だから最初は何この子って、社長に何でこんなこと言うのっていいと思うの、生意気で出る限りでいいと思うの。でもそれを認めさせるのはこいつの力だし、そこで潰れたら、社員に潰されたらまあそこまでだし。ありがとうございます。潰れるわけないから、やればいい。お前あんまりにとったらお前飲んどったら泣かすぞ、お前。これ言えばいい。社長、師匠が言いますって言ってたんで、社長すいません言わなくていいですか。僕は言います。あ、言うよな、もちろんだな。社長にこんなこと言うやつ教育しちゃげるだろ。どうやって教育するの、ちょっと教育してよ。ちょっと案外女に弱い。あ、弱いんだ。弱いよな、やっぱり。俺ら職人系は、いや違うんだ、俺これ16から知っとんだわ。
もうこいつは取り巻きの女っていうか、もう女とずっと一緒なわけよ。で俺らはさ、ラッキービームでこの喋ったことがない職人みたいなもんよ。だからデッキやでしょ、小学校あんなやつただのクソじゃん、女と喋ってるだけやん。関わりたくなかった逆に逆にな、関わりたくなかっただってさ、こいつガヤじゃん。ガヤだよ。でしかもその懐に土足で入ってくんだわ土足で入ってくるやつって結構いるわけ、はい、ただ履いとってもいいけど、こいつスパイク履いとる全部重ねてくるわけだから飲食店とかで会うだろ、はい、あ、おるがやってなるわだけど地元であったらさ、ちっちゃくなりたくないじゃん、この人顔見たら。ある時俺心に誓ったの、俺はこいつのこと心から愛してやろうと思う。最近思う、本当に虚勢を張ってきたんだからっていうのが思うかっていうのだけど、俺めっちゃ大人でしょ。営業妨害なんて見るけど、めちゃくちゃ気配りくるんだ。もっと聞きたいです。たまにさ、まあお付き合いの流れで、はい、女の子とゴルフ行ったりとか、はい、そういうのもあるじゃん。俺どちらかというと何にもしんの、はい、ああそうだね。カツノの方がクラブ持って走り回る。ああやるね俺は。むちゃくちゃ気遣い。もうちょっとお金使ってもらえるんだろうか、こっちに気じゃなくて、気じゃなくて、気使ってるから使ってますね変なあるじゃないよ。俺多分くどきとかじゃないよね。そう、なんていうの、心配りができるよ、年取って心にゆとりができる。いやそうじゃなくて、昔からそう気遣いじゃん。いや分かるでしょ、一緒のやつは分かるでしょ、気遣いや。ただしこれは身内とか友達仲間従業員で認めたやつ限定それ以外にはもう変わったら毒でしかない。悪口俺だから本当に最近こうやって仲良くなって、活動の内面をいろいろして、まあ、もっと早く仲良くなれたかもって思った。だから高校入った時のバラ色の高校ライブはバイトとコンバだった。僕多分これ敵です。そう敵です敵です。だから僕がこうパッて、僕の嬉しかったのが学校行って女の子がパッて肩ぶつかります。だから肩ぶつかる、あ、すいませんって言った瞬間に、ちょっといいよ喋るかな、ちょっと嬉しかったそうで、なんかドブロックになったもしかしてだけど、もしかしてだけど肩をぶつかったら喋れるんじゃないのって感じ。また滑ってくれた。もう食べとる。何そんな怒るの、ちょっとムカついじゃん。お前お前な、注意しな。お前ダメ。そんなにいいの？社長ボロンカス言われてるよ。まあうちの組織そんなゆりかしなんだ。入ってきてアルバイトで一日で行ったやつが、このクソハゲとか言っとるような会社が。逆に座って後輩に言わせて自分は言わないのはどうなんですか？それもごめんね。はい、終わり。マジででも鳥賞介護ばっかだよね。お前3人か4人よりね、俺が見た中で。あの格闘技の子も可愛いよな。あの格闘技やってるチャンピオンかなんかやったから、アイちゃんかなんかチャンピオンだったから。あ、大丈夫ですか？マジですか？卓球だろお前。さあ守った。お前パッと見て、じゃあこういう感じだけ知らん。いやこのチャンピオンでこうやって左手やっていきますよ。セッティングオッケーですか？スリーツーオッケー。何言ってるの？いや何も面白くないから。いや俺見てる方が面白い。全然面白くない。誰がミッチだろ。俺も思うよ。じゃあ面白いやつ、面白いやつ笑ってもらえるより面白いやつ見たい。めっちゃ面白い。面白い。俺はかっこいいことしか言えないですよ。じゃあかっこいいこと言ってよ。カメラ回ると言えるな。俺だったら言えるけどな。聞いていい？今風の中にいてください。ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと恥ずかしがるよな。
ってもうなんか他に出てくる、まあ、彼もそうだし、まあ、ショーもそうだし、ミッチもそうだし、あのケンさんもそうだけど、もう塗り替えでのポジションがもうあと旦那さん、カンタ、ケンタ、カンタ、あの子もなんかイケメンのポカーンとした感じの あれがもう確立されてるじゃん。自分のキャラ見つけるから何でいくか。お前顔はかっこいいと、顔かっこいいの認めたるわ。その中でお前は何を売りにしていくのかっていう。ああ、そういうことね。でも最近ちょっとショーがしゃべりだったよな。リュウジゃあの感じじゃん、うん、クールじゃん、うん、ちょっとショーはちょこちょこなんか頑張ってんなーって、ちょこちょこ壊し始めてるな。ちょっとカッコつける時もある。動画見てんね、見てんね、見てんね。まあまあ見とる、まあまあ見てんね。昨日も俺スナックの動画見とった。